トーマス・ジョセフ・シボドー・ジュニアはアメリカ合衆国コネチカット州ニューブリテン出身のバスケットボール指導者。2020から2021シーズンから NBA のニューヨークニックスでヘッドコーチを務める。2008年、ボストンセルティックスでドッグリバースヘッドコーチの下でディフェンス担当のアシスタントコーチとしてチャンピオンメンバーとなった。シカゴブルズのヘッドコーチに就任した。 最初のシーズンに62勝の高成績を残し、NBA 最優秀監督賞を受賞し、翌2012年には NBA 史上最も若くして100勝を達成している。年間はシアトルスーパーソニックスでスカウトを担当した後、1992年サンアントニオスパーズに移り、2年間ジョン・ルーカスラの下でアシスタントコーチを務めた。 1994年からの2シーズンは、ルーカスと共にフィラデルフィアセブンティシクサーズに移籍し、アシスタントコーチを務めた。トム・ティボドーと、ロケッツ、ヘッドコーチジェフ・バンガンディ、シカゴ・ブルズ・ミネソタティンバー・バウルブズ・ニューヨーク・ニックス、YouTube、結婚を蹴り、バスケを選んだ男トム・ティボドー・ https www.youtube.com w a t c h V イコールフティックドレーフスグー。ありがとうございます。